ャンネル。こんにちは。さあ、3回目いきましょうか。そうですね、じゃあ、はい、行きましょう、はい、じゃあサイコロいきましょう。はい、編成ドラフト評価です、はいはい、上のサイコロの奇数セリーグ、偶数パリーグ、下が順位、はい、いきます。6の5、パリーグの5位。パリーグの5位、やったね。やった、やった、やった。1ハブだ。もう一回いきましょう。もう一回、やった。4の4、偶数のパリーグの4位、ロッテ。お、ちょっと楽しみですね。そうっすか、そうっすね、はい。まあ俺は選手で言ったけど、別に編成とドラフトに関わってるわけじゃないんで。そうですね。いやでも佐藤さんのその、まあでもはっきり言っちゃいますよ、仕方ないっすよ。いや、そうです、ね、下手くそは失敗してるっていうし、すごいのはすごいっていうね、はい、事実に基づいて言うだけですから。でもこう知ってる選手っていうのが多いじゃないですか。あ、そうですね、じゃあ喋りやすいっすね、うん、いや94年はい、でもほとんど佐藤さんは一緒にやってきた。そうです、だから1位サブローっすから。ああ、サブローさんなんだ。はい、ガドラフト1位なんですよ。あ、本当だ、大村サブローって書いてある、ね、そう大村岩尾さんっていう方が先輩にいたんで、はい、サブローにしたらしいですよね。そうなんだ、はい、サブローは SS です。お、SS、うん、もう最初から来ましたね、はい、で2位黒木さん、ジョニー、ジョニーさん 1SS。 お、これはすごいっすよ。すごい、はい、1位、2位でSS2 人来てますか、1位、はい、2位で。これはもう、まあ、ロッテにいたから言うわけじゃないですけど、はい、事実に基づいても、はい、このドラフトはすごいです、はい、すごい。で、3位が橋本佑、はい、僕同級生、はい、キャッチャー、無印です、はい、95年、はい、1位沢井亮介、銚子商業、はい、うん、だから甲子園のスーパースターですからね、はい、準優勝かな、確か、はい、東の沢井、西の福留って言われたんですよ、はい、PL の、うん、で、無印です、こんなに説明して、はい、でも2002年一緒に開幕スタメンだったんですよ、オープン戦打ちまくって。そうなんですか、はい、でも開幕11連敗して、はい、2人ともすぐに行きましたけど。そういう思い出もある。そういう思い出もあるです、はい、凌介ね、はい、今もなんかたまにね、野球教室とかであったりして。そうなんですか。一回凌介の職場の公園とかも行ったりして、はい、今宇都宮でね、保険屋さんで結構偉くなってるらしくて、はい、すごい頑張ってるんですよ。だからそういうの嬉しいですね。うんうん、同じ、ね、その野球離れても頑張ってて、うん、なんか尊敬しますね。はい。2位、薮田さん。薮田さんは1S。1S か。はい。はい、で3位が飯田。はい。無印です。無印です、ね。よく日本の時よく遊んだですね。あ、敦賀気比から入ってね。へえ。飲みに行ったり。で96年。はい。1位、清水正信さん。はい。こう青学からキャッチャーで入って。あ、そうなんだ。だ、僕が一軍で出るまでのキャッチャー、レギュラーですね。BB です。BB。はい。竹清さん。はい。B です。B。川俣さん。無印です。はい。でも川俣さんの高校野球の監督されてるんですよ。へー。神奈川で。あ、神奈川の。はい。甲子園目指して。へー、そうなんだ。はい。その下に小林博之さんとかね、小坂さんがいるんですね。そう。小坂さんとかね、もう SS じゃん、多分ね。そうですよね。多分ですけど。でも3位までしか評価しない。はい。97年。1位。渡辺正人、はい、BB です。BB。で2位、寺村さん、無印。3位、藤田さん、S です。S。寺村さん、球速かったんですけど、はい、コントロール悪かったんで、それはちょっと難しかったですね。へぇ。で、途中で横手投げにしても、はい、まあ難しかったですね。受けてますもんね、そうです、そうです。こういう方々、はい、みんな。鍋とか、多分ダルビッシュからランニングホームラン打ってますもんね。へぇ。ランニングホームランでっていう。へぇ。あと日本シリーズでも多分ね、鍋ホームラン打ってるんですよね。ああ、そうなんですか。ああ、確か勝負強いですよね。へえ。今はね、オリックスかなんかのスカークスコアラーかなんかやってますね。98年、はい、小林正秀さん、はい、1S、 1S、 おで2位僕です。お、 2SS です。おお、すごいランクきましたね。しかし、ね、全員一緒の基準でやってるっすから。そうですよね、はあ、はい、別に僕に甘くしたわけでもないんで。もちろんそうです、はい、佐藤さんスタートしたからね、はい、2位、3位可愛い、はい、BB です。BB、あ、でもこの年いいんじゃないですか。そうです、同級生なんですよ。はい、大学も首都大学リーグで、はい、母ちゃんは城西大学で、はい、でまあ楽天に行きましたけど、はい、だから一軍に出足は母ちゃんの先でしたからね、中継ぎで、1年目から活躍してましたもん。僕なんて結構後多いですからね。正也も1年目から行って、うん、かなり二軍で修行しましたもん。あ、そっか。まあ、競馬で言って追い込みますね。最後に頑張れたんですけどね。あ、そうなんだ。うん、はい、いや、河合さん楽天でなんか、あ、ニックネームあったの、今すごい。ボブでしょ。あ、ボブだ、はい、いや、思い出したいのに全然出てこなくて。ボブだ、そうだそうだ、はい。99年、1位、高橋薫、はい、無印。無印。
今候補かな、カオルも同級生なんですよ。シドニーオリンピック確か選ばれていってますからね、はい、そのアマチュアの時に、あの一番最初の新人の時に都の城で広島とオープン戦やって、初回に前田智則さんにいきなりデッドボール当ててぶち切られるだって、うわーオープン戦やぞらーっつって、めっちゃぶち切られてたっていう、すごい覚えてますね、そういう細かいとこ。でも怪我とかもあってね、はい、だから投げた瞬間骨折れて肘の、もともと故障持ちで風呂分かった上で取って入ってきたんですけど、はい、あ、そうなんだ。で、2位清水直之さん、はい、2AA 2AA また新しいのが出てきた。3位戸部さん、無印です。はい、戸部さんは今ね、ソフトバンクのバッティングピッチャーやってるんですけど、あ、そうなんだ。戸部さんがコールされた戸部、戸部ってコールして全員が飛んでるっていう、何ね、その応援と思いましたけどいいじゃないですかいいですか、田舎ジャンプみたいな感じですでも戸部、戸部ちょっとなんかおちょくられてるし半分いや、名前と飛ぶをかけてますよね2000年、1位田中亮平、はい、無印、球速かったんですけどコントロールクソ悪かったですよ言いますね、はい。で2位加藤浩介、はい、A、 いや加賀もすごかったですよ、うーん、ちょっとね、まあ、勢いあったですけど続かなかったですね、はい。で3位長崎慎一、無印です。2001年北高志、はい、慶応から最高打率、うん、当時5割南部だったかな、はい、リーグ戦の入ってきて2試合連続新人でサヨナラヒット打ったんですよ。2試合連続ですよ、すごいですね。無印です、無印ですね今あたかもなんかちょっとぐらいいきそうな勢いで言っときながら無印です、はい、はい、お、今井さんだ、今井、はい、1SF、 おお、田中隆さん、はい、無印です、無印で2002年、はい、西岡、お、 2SF、 お、結構 SS 続きますね。でここが続くとやっぱこう伸びてきて、やっぱ強、ちょっとね戦力としては上がっていくじゃないですか。あるんですね。浅間啓太、神田、無印、無印、はい、やっぱ1人とかじゃ厚みが増さないんですよ。うん、で2003年うち、はい、BB、 杉原、田中将彦は無印、はい、で2004年が久保が1位、はいはい、AA プラス、 AA プラス、はい、手島、竹原が無印、はい。でこの2094年から2004年見たときにパーッと見て、うん、はい、それは強くないですよね。まあそうですね、全体的に、うん、ドラフトとしてはね、そうですね、ちょこちょこいますけど、ちょこちょこ SS いるけども、もう全体的に見たらパッとしないところが弱いんですよ、はい、結局は。でも佐藤さんの年の近辺がまあ一番やっぱりちょっと固まってました。そうです、だからここの固まった人たちと、あとはボビーが来て、でボビーが連れてきたセラフィニ、ベニー、うんうん、フランコ、イースンヨプが活躍でなんとか頑張れたっていうのはあるんですけど、やっぱ薄い分、うん、その長く続かないんですよ、はい、ポンポン浮き沈みが激しくなるっていうのがこのドラフトで見えますよね、うん、あ、そうですね、はい、だからまあ全体的に言ったらまあうまくはないですよね、うん、はい、ドラフト1位のS 率、うん、が少ないですもんね今ドラフト1位です。だってサブローの SS で沢井、無印、清水正臣さん BB、 渡辺雅人 BB で、マサヤンが 1S の、はい、高橋香織、田中亮平来た3年連続無印で、西岡で、うちで、ここもですね1人だけが印ついてるだけで、はい、複数人がついてないんですよ、うんうん、複数人がついてるっていうのは98年だけなんですよ。佐藤さんの年、はい、マサヤン、はい、僕、河合っていう、はい、で全体的に無印が多いのと、うん、あっても1人とか、はい、それはなかなかきついですよね、うん、そうですね、そういったところがだからドラフト戦略で言うと全体的に言うとまあうまくはいってるんですよね、うん、ちょっと薄いかなっていう感じ、はい、じゃあ続いて、はい、ここから高校大学社会人に分かれるんですけど、高校が柳田林で両方無印、はい、でここに来て新たな情報としては柳田に至ってはドラフト1位なのに1試合も1軍出てない。ああそうなんですか。ドラフト1位でやっぱ1試合も1軍に出てないっていうのは、はい、もうドラフト戦略で言ったらもう失敗、お、大失敗、うん、はい、少なくても1試合は出てたら、うん、僕はこれ印つけないんですけど、はい、1試合も出てないんですよ。へー、これまあ過去に阪神日本ハムではなかったですね。なかったですね、はい、ここからちょこちょこ他の球団でも出てくるかもあるんですね、はい、で大学社会人で根本選手だ、 BB、 BB か、で川崎、はい、S、 S、まず社会人大学の方がね、川崎はね中継ぎでチェンジアップが良かったんで、はい、特に右バッターは抑えやすかったですね。なんかスライダーがひどかったんですよ、はい、だからなんか右左より右バッターの方が抑えやすかったんで、はい、なんか左が代打で右出てくれたらラッキーって言って、
で今はねあのロッテでバッティングピッチャーやってますけど、はい、まあ、コントロールも良かったし、うん、本当にあの、まあ、リードはしやすかった組み立てやすかったですね、はい、このあれですね、ロッテだけあって皆さんが今何してるかに詳しいですね。まあさすがにね、はい、で2006年、はい、高校は大峰雄太、佐藤健二両方無印、そか大学社会人は神戸無印の荻野忠宏が A、 一人か、はい、薮田、藤田、小林正秀さんがいるときはこの川崎荻野がその前勤めてたんですよね。でそこがいなくなって、はい、荻野が抑えやって川崎が後ろに行きたいってメイン入り出したんですね。荻、はい、野ももうカットボールで、カットボールもうまっすぐとかほぼないけど、カットボール、カーブ、フォークみたいな、はい、もう変化球ばっかりで、はい、でも体が小さい割にね、うん、あのよく頑張ったなと思いますけどね。で、はい、2007年唐川が A、 で上松無印、はい、これ中田翔を抑えたっていう触れ込みで入ってきたんですけどね。おー、そうなんですか、はい、高校時代に、はい、で大学社会人が服部 B、で根本が無印、服部も入ってきた時おおいいピッチャーやなと思ったんですけど、やっぱたまに力なかったですね、まあ、変化球もコントロールもそこそこ良かったんですけど、はい、ストレート力はないんで、うん、変化球は生きないですよね。へ、小さくまとまりすぎたんですね、はい、社会人だったら良かったのかも分かんないですけど、はい、やっぱプロになるとストレートスピードをしっかり持っておかないと相手が嫌がらないんで、やっぱその変化球は生きないですよね。へ、ストレートってそんなに大事なんですね、うん、だから多分その同時期だった長谷部とかね、はい、楽天とかそういうタイプですよね。あ、なるほど、うん、2008年、はい、木村、はい、無印、長野、はい、拒否、出た拒否拒否あるですからね。ありますね、うん、菅野投手に続いて、うん、長野も来てくれ、まあ、ジャイアンツ行ったSS ちゃんは多分ジャイアンツで2位でも拒否っていうのがあるんですね。やっぱジャイアンツ行きたいですね、行きたいですね、うん、ジャイアンツです。で上野 B、 2009年、はい、荻野、はい、SS、 お、SS、 大谷 A、はい、大峰翔太、翔太、ね、無印、でも荻野選手も規定打席に行ったのが去年で初じゃないですか、はあ、でも SS に入るんですね。 SS です。はあ、基準が分かんないこれは僕も真剣に調べたんで、ひょっとしたらこの基準で間違ってるかもわかんないですけど、どっかでね、はいはい、それはまだその都度訂正します、はいはい、8時間もかけて作ったから、そうですね、どっかありそうですもんね、はい、で2010年1位清峰、はい、A で南、うん、B で小林篤史無印、はい、やっぱ石峰はそういうスローイングがやっぱりちょっとね一歩過ぎ味だったのが、あ、まあ、一歩過ぎ味っていうか、まあ、一歩なんですけど、はい、があのやっぱり言いたかったですね。走力もあるし、うん、バッティングもセンス良かったですけど、はい、やっぱり守備が投げれないっていうところが大きく選手としては損しましたね、はい、いい選手でしたけどね。そうなんですね、うん、あ、今コーチだったんでしたっけ。はい、なんか走塁コーチね。走塁コーチか、はい、11年、はい、藤岡、中後ろ、無印、鈴木大地、お、 SS、 SS、はい、ここもね、藤岡、中後ろ、鈴木大地、しかも4位、増田だから上位、上2人が活躍してないんですよ。下2人が活躍してます、ね。でね、これね、よくみんな覚えておいてほしいのが、はい、ドラフトの時に、うん、いやーこいつ入ってきた、9時来た、なんとかこいつが思うや、即戦力になるって、はい、取る時ばっかり言いますけど、はい、後の答え合わせしないじゃないですか。確かにそれを今やってるんですよ、答え合わせ、はい、面白いですね、答え合わせ取った時だけ言うんですけど、はい、ね、そんなもんだよっていうね、うん、全部が全部活躍しないよっていう、はい、でもやっぱ9時当てるとよっしゃーってなりますからね。いや、活躍してよっしゃっすよ。まあそうですねよっしゃまだ早いと。12年、はい、松永、はい、BB、 川光、無印、田村、 S、 S、 はい、で13年、はい、石川、お、 1S プラス、 S ってことですね、はい、1S プラス、はい、で2位吉田、3位三木、無印、無印、2人とも、はい、で14年中村翔吾、 Sで田中、兄弟の、兄弟ので岩下、無印、無印です、はい、でもいい、でこれね、よく言うんですけど、なんとか乗って最初に固有名詞がつく選手っていうのは、はい、そんなに能力高くないですよ。兄弟のってことですか。はい、あ、帝京の里崎って言われないでしょ。そうですね、確かに。だからPL のとか、なんかその時は活躍してたよってことになっちゃうってことですか。え、要は、うん、兄弟なのにすごいってことなんですよ。あ、なるほど、うんうんうん、だって言われないでしょ。はい、うんうん、あの
城西大学の可愛いって言われないでしょ。はい、可愛いじゃないですか。はい、僕は里崎じゃないですか。はい、うんうん、その固有名詞がなんか東大のとかも言うでしょ。はい、っていうのは東大なのにすごいっていうことなんですよ。あ、なるほど、そうですね。だから僕はそこを一つの目安にして選手見ますね。でもそれってこうあれですよね、もともとそんなにチームとしては強くないところにいたっていう感じですよね。だからそこのチームなのにすごいってことなんですよ。はい、そうですね。そこのチームがじゃあどのレベルやねんって話なんですよ。うんうん、確かに。だから僕はそう、だから別に田中選手だけじゃなくても他の全部のドラフトの時でもそうですけど、はい、なんとかのなんとかっていうやつは、はい、あの下駄吐かしてんちゃうかなってちょっと疑った目で見ます。ああ、なるほど。ああ、でもやっぱ田中投手って言ったら、あ、もう兄弟って一瞬出てきますもんね。そうなんですよ、うん、でも佐々木って言ったら帝京って出てこないでしょ。これ出てこないです。はい、則本って言ったらどこそこって出てこないでしょ、はい、田中マー君って言って苫小牧って言わないでしょ。言わないですね、うん、島って言って、はい、国学院って言わないでしょ、はい、そこなんですよ。そうですね。ああ、結構主人公知ってますね。いやいや、そこは有名どころじゃないですか。確かに。だからこの2004年から2014年にかけての10年も、はい、まあまあ上手くないですよね。そうですね、ドラフトが SS が2人しか増えてないのかな、うん、しかも無印も多いでしょ。結構いますよ、うん、BB とかもいないじゃないですか。うん、でも S に限ってはここまでタイガースよりは断然多いですね、 S 以上が。まあまあそうですね、はい、じゃあ2015年ですね、はい、次2015年、平沢 B、 関谷成田無印、16年、はい、佐々木千早無印、酒井 B、島無印、17年、はい、安田無印、藤岡 B、 で山本無印、はい、で18年、藤原、東、小島、全員無印。全員無印か、はい、まあまあまだね。そうそう、ここら辺はまあこの15年以降っていうのはまだまだこれからなんで、はい、まあ、ついてたらいいよねっていうね。そうですね、はい、で終了す、はい、では SS が7人、はい、S も7人、はい、AA が2人、 A が5人、 BB6 人、 B7 人、43の拒否1人。でもね、 SS ついてる選手って、はい、もう今ロッテにいるの荻野1人なんですよ。ああ、ほんとだ。ってことはだから今がの状況が分かるんですよ。そうですね、今のチームで、うん、要は SS とか S が多かったのって、はい、2000年前半多かったでしょ、うんうん、だからそこの5年とか7年とかに来るんですよ、はい、だからその人たちがそこに来るんで、はい、2005年前後にね、うん、でその人たちが終わりを迎える頃に、はい、うまく入れ替わりしてきてないんですよ。そこの新しく SSS 級が出てきてないってことですね。そうです、そうです。ああ、でこれもう最後に説明しますけど、はい、SSS、A、A、B、B、B あるじゃないですか、うん、この1個と2個の差ってすごい差があるんですよ。あ、そんなにあるんですか。はあ、で下手したら、はい、チームとしたら、うん、S1 個より AA の方が良かったりするんですよ。へえ、まあそれ基準聞いてないから分かんないです。 A1 個より BB の方がチームとしては高かったりもするんですよ。はい、そこがうまくちょっと複雑に難しいんですけど、はい、あとはやっぱ他のチームに比べるとやっぱり無印もちょっと多いですね。多いですね、うん、B 以下も少ないじゃないですか、うん、これを意味するところがねあるんですけどまだ説明できないんで、はい、それじゃあもう最後の動画を見ていただくしかないですね。そうですね、この評価基準はね、うんうん、まあ、いいところもあるし悪いところもあるみたいな。はい、いやなんかこうやって見ると上昇軍団だった巨人がどんな感じで出るんだろうとか、うん、そうそうそう、すごい楽しみですね。だからまああのはっきりとしたあれなんか続けてミスとかはないですね、うん、ロッテに関しては散らばってる感じ。そう、散らばってる。なんかポン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 ってあって、いやこっからここ全然おらへんなっていうことはないんですよ。だ阪神はちょっと違う感じですね。そうそう、だから比較的全体的に大きなミスもないですね、うん、はい、でも大きな当たりもないうわここ固まってるみたいなのもないない。だからそこがこの、うん、このこうなんかこの、うん、こうもないけどこうもこうなんかこうなんかな、うんうん、感じ3位4位とか そ, ああその辺が多い。でそこで外国人補強とかがうまくいってればガンっていけるんですけど、うん、はい、選手たちもそこそこポテンシャルなんで、はい、そこの外国人補強がうまくいってないところが一気にいけないところなんですよ、うん、それこ このドラフトプラスアルファが少ないところなんですよ、うんうん、真ん中ら辺でこうなる感じなんですね。ああ、傾向出ますね。ねえ、うん、
まあ、こんな感じですね、はい、ロッテは。だからまあ他と、まあ、でも今のところやっぱ SS が多いハムの、うん、あそこの時代強かった理由は分かりましたけど、分かりましたね、はい、じゃあ次回はどのチームか。はい。